ればその場合は日本も、意味がないのでしっかりここで決めるというコースでいきました。まあ、近藤さんが一緒に出てくれたので、なんとか僕でしっかり返せればと思って、気持ち入れて出してきました。野球が好きな時間を超えてきました。どんな思いで野球を決めていたんですか？まあ、ちょっと先だったので、超えてくれるかちょっと心配しながら見てたんですけど、まあ、超えてくれて願ってました。そして何か小笠原投手、8回途中、失点という好投がありました。守っていて、どう見ていましたか？本当にいつも、頼りになるというか、小笠原さんにお世話になっているので、なんとか早く点取って、楽に投げさせて、投げてもらいたいなと思いながら、投げました。はい、もういつも、僕のミストのカバーしてもらっているので、なんとか、少しですけども返すことができるかと思います。見事野村選手の中でチームは7連勝となりました。今の野村選手の中でどうですか？本当に、粘り強く戦いながら後半勝負力でしっかり、点を取っているふうに戦って、いいゲームがたくさんできているのですごくいい状態だと思います。また秋田から毎日勝負を取した北海道シリーズリーダム北海道が始まりました。ホームゲームではありますが、ビジターのユニフォームを着ての一戦となりました。このあたり普段との変化はいかがでしたか？いや、特に普段と変わらずに変わらずに、はい、ありがとうございます。さあ、明日は8連勝をかけた一戦となります。ぜひ明日につながる素晴らしい一言、ファンの皆さんにお願いいたします。今日は本当に、ファンの皆さんの応援のおかげでなんとか打球が伸びて超えてくれたと思うので、明日も、僕が本来なったとしても応援の力でなんとかタイムリーにしてもらって8連勝、全員でできたらいいなと思います。